LVS はアメリカ合衆国の押越し,し車によって開発され、アメリカ海兵隊で運用されている8輪構造、積載量10から20トンクラスの輸送用、大型軍用車両シリーズの名称である。2009年に登場した改良型の LVSR は連結機構を廃止、重重輪駆動の車両となっている。LVS は1985年に、 M12310 トントラクターの後継として、アメリカ海兵隊に採用された輸送用の大型車両で、アメリカ陸軍で採用されているヘムトや PLS と類似する車両であるが、これらの車種との大きな違いとして、全部のトラクターユニットと後部のトレーラーユニットが連結されて運用される構造になっていることが挙げられる。改良型の LVSR は2009年に、 実戦配備された新型車両で全部後部の連結機構を廃止し10重輪駆動の通常のトラックの構造となり陸軍の PLS とほぼ同様の車両になっているほか MTVR と同様のタクマイナス4サスペンションシステムの採用走行銃頭の搭載追加走行キット適用などの改良が行われておりアメリカ海兵隊のアフガニスタン紛争への作戦に MTVR やエンラップ、MATV と共に派遣され実戦で使用されている。LVS、LVSR は第二次世界大戦で使用された M25 戦車運搬車と同様ドラゴンワゴンと呼ばれることもある。LVS のトラクターユニットはフロントパワーユニット、フップと呼ばれ、後部トレーラーユニットはリアボディーユニット、ルブと呼ばれる。ルブは用途に応じ、 何種類かのタイプが用意されている。LVSR では、フップ、ルブの分割構造はなくなり、重重輪駆動トラックとなっている。従来の LVS と同様、カーゴ型、回収車型、トラクター型が開発されている。ありがとうございます。